どうも安田大サーカス団長安田です。ベタです。そしてはい、どうも新婚ホヤホヤアルミカン高橋です。よろしくお願いします。とうとうパイロットの妻になってしまいました。そうなんです、パイロット妻です。略してパイ妻です。お前旦那の仕事を下ネタにする確かにね、あかんで。確かにすいません、温暖のさ、すいません、はい、今日のギャラはマイレージで払うそうなんで今日高橋なの、はい、そうなんですよ、まあ、山田さんはねラクロス日本代表のヘッドコーチとして今アメリカに行ってるんで、はい、代打で私が満を持してやってきました、はい、あ、ちょうど旦那が迎えんだろそうそう違うね、あれは飛行機ちゃうね、ヘリコプターやから。早い、迎え早いよ。今回のテーマですが、チアリーディングです。お、はい、スポーツを応援する側のスポーツやから、うん、チアの中でも今回めちゃめちゃ強いところ、はいはい、私たちはですね、美濃自由学園高等学校にやってきました、はいはい、男女来たる8月28日にジャパンカップという、ね、うん、女子高生たちの集大成の大会が控えてるにもかかわらず、はい、今回の取材協力してくださるということで。直前やん。そうなんですよ、やめとこ。いやいや行きましょうよ。めっちゃすごいらしいですよ。トライアスロンで年代別日本代表を目指すアスリート芸人団長安田。ラクロスプレーヤーとして世界屈指の強豪国オーストラリアで代表まで上り詰めたレジェンド山田幸代。今回は笑顔、元気、勇気を届け、応援が競技となったチアリーディング。ジャパンカップ9連覇、全日本高校選手権で6年連続優勝、日本高校界屈指の強豪校、美濃自由学園ゴールデンベアーズを取材。チームの強さの秘密を2人が調査。練習や監督の話から分かったこととは。日本一を目指してるんですけど、うん、その先の人生も考えて。はい、出ます。ベアーズ独自の筋トレに参加。あまりの過酷さに団長悶絶団長安田大サーカス団長安田のバズるスポーツ。さあ、こちらで練習しているらしいですよ。はい、そう、さあこちらですかね、はい、お、あ、すごい、え、どうこと、え、お、すげえ、お、はいはいはい、あ、団長さん、お、え、嬉しい、私も言ってもらえた、はい、すげえ、お、すごい、番組名、ね、素晴らしいウェルカム演技で歓迎していただいたのは美濃自由学園高等学校ゴールデンベアーズ。1991年に創部し、今年で30年の節目を迎える強豪チームです。全学年合わせて55名が在籍しています。野田監督です、よろしくお願いします。野田と申します。ちょっといろいろお伺いしたいんですけれども、ね、ゴールデンベアーズこのチーム名ですか、はい、なんでクマなんですか。これはもともとアメリカンフットボール部の応援として発足したんで、はい、そのアメリカンフットボール部がゴールデンベアーズって名前やったんです。あ、でそのお名前をいただいてるんです。創部当時からチームに携わっている野田監督、これまでに獲得した全国タイトルはなんと30以上。もちろん
この成績はチアリーディング界ナンバーワン。その実績から日本のスポーツを支える指導者の祭典ジャパンコーチズアワードで特別賞を受賞している名将です。そんな野田監督ですが、実は最初はコーチだったんですけど、はい、音楽の非常勤講師でここに来てて、はい、それまでの経験とか全くないです。見たこともなかったです。それをこんな強いチーム、日本一やね。最初日本一取るまでは何年ぐらいかかったの？総部6年ですかね。6年でもう日本一に、はい、未経験者にもかかわらずチームは総部6年で全国優勝。そこから上昇チームとして確固たる地位を築いています。チームの強さの秘密は一体どういったところにあるのか。そしてチアリーディングの魅力とは。2人もゴールデンベアーズの一員となって探っていきましょう。今日はいろいろ見させてもらいます、はい、よろしくお願いします。ぜひよろしくお願いいたします。美濃自由学園ゴールデンベアーズの注目ポイント、バズポイントの発表です。1つ目は2分30秒にかけろ、笑顔の真剣勝負。続いてコロナを乗り越え栄光をつかめ。そして最後に出し切れ、鬼トレです。何か団長気になるのありますか？2分30秒かけるかな。やっぱりマスクしてても笑顔がわかるもんね。確かにね、元気さに圧倒されるよ ね、うん、こんなに伝わってくるもんなんですね。早速一つ目のバズポイントから。ここからはチアリーディング元日本代表、現在はゴールデンベアーズでコーチをしている井上さんにスポーツのルールや魅力を教えていただきます。チアリーディングは競技スポーツになってまして、はい、今後ろで練習しているものを組み合わせて競うスポーツになってます、はい、で演技の時間が2分30秒っていう時間が決まっていて、でその中でこう音楽を使って演技をする部分だったりとか、声を出して観客の皆さんと一つになって演技をするというところがチアリーディングのポイントになってます。なるほど。チアリーディングの自由演技は1チーム8人から16人が2分30秒と決められた時間で行います。採点基準は様々で、チアサイドラインという掛け声、しなやかに腕を動かすアームモーション、特殊なジャンプや組体操技術のパートナースタンツピラミッド、アクロバットな床運動、ダンスやタンブリングに分かれます。チアリーディング特有の技術を使って演技を構成し、笑顔や元気の良さを競う一方、一つのミスで演技が途切れてしまうプレッシャーもあるため、最後まで目が離せない笑顔の真剣勝負と言われています。団長の笑顔を見せてくださいよ。ほらもうなんか大人のね、薄汚れた感じ出てますよねいや、なんだ、目が全然笑ってないんですよ怖い怖い怖いね。何点ぐらいですか今の笑顔？65。いや甘いわ、ね、私結構やっぱり笑顔で売ってるところあるんで、うん、ちょっと、はい、あ、かわいい。若干ね、エロいのやめろここでそんなんいらんねんもん、まあ、真逆やから、真逆の笑顔我々とね。何点でしょう？ゼロ点ですよはっきりゼロ点ですよ、あんなことは。ルールも分かったところで練習を見学。今行っているのは高い技術と連携が必要とされるピラミッドです。まずね、この腰を階段にするなんて想像もつかないよね。確かにね。うわーすごい。あ、もうあの子だけ、あの子一人でさ、あの子一人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 やね、あの子一人やね。いや重いでしょ。いや自分めちゃくちゃやで知ってる？2人おんで上にあんまり重さは感じてないです。1段目ベースを務めるのは1回生の井山さん。
どのように支えているのでしょうか。そこの腰をゴッ、すごいですね、軽々と腰がね、これがそこに乗るの。そうなんですよ、高い段に乗るみたいな感じ。ここに腰が階段ができるのね。これがすごい、いやすごい、今の頼もしい。ピラミッドのポジションは縁の下の力持ち、ベースト、2段目を支えるミドル、ジャンプやポーズを決めるトップに分かれます。ここで団長でもトライできる技があるということで挑戦。エレベーターという技に、チアリーディングの基本の技になってます、はい、上に。団長どこに乗るんですか。上に一度 乗られていますか。いや、体重が全然違うから。100キロぐらいまではもう全然大丈夫です。体重もあるんですけど、俺まあまあ今平で安い関係ですから。それは知らん。でも一個低い段から上がっ、さっきの高さに上がっていただくので、はい、もうあとはもうみんなに命預けてもらったら大丈夫なので、はい、信頼していただいて大丈夫です。めっちゃ怯えてますやん。いや、めちゃくちゃ怖いよ。そうですよね、はい、恐る恐る登る団長、うまくいくでしょうか。前と手をつないでいただいて、モリッツと手をつないでいただいて、一旦上がります。頼むよ。おお、で手を離して完成です。おお、すごい、いい笑顔、笑顔、顔、顔、あ、いい、いい、あ、いい、いい、いい顔、いい顔。どうですか。早く降りたい。せーの。おお、すごい。どうでした。めちゃくちゃ怖い。めちゃくちゃ怖いけど、上がる時のなんかこの気持ちよさっていうのはあります。団長が体験したトップは、体勢が崩れないように常に体を締めないといけないポジション。簡単に行っているように見え、実はかなりの筋力が必要となります。もう目の前でモリチが大丈夫大丈夫だからねって、うん、モリチ重要な役割だったんですね、うん。ジャパンカップ9連覇、全日本高校選手権で6年連続優勝、日本高校界屈指の強豪校、箕面自由学園ゴールデンベアーズ。チームの強さの秘密は一体どんなところにあるのでしょうか。一チームが16人、8人から16人で1チームを作るんですよ。そのチーム編成というか、はい、どうやってるんですか。試験とかやってるんですか。はい、トライアウトをやってます。トライアウト。試合に出場できる人数はマックス16名。部員55名はその枠を勝ち取るために定期的に行われるトライアウトでしのぎを削っています。全員がライバルじゃないとやっぱり上を目指せていけないので、うん、ライバルだけど力を合わせないといけないというのは、社会に出てからそういうこといっぱいありますからね。そうなんです。だから、まあ、うん、このゴールデンベアーズ自体が社会の予備校ですよっていうふうには生徒に教えてるんですよ。日本一を目指してるんですけど、その先の人生も考えて、はい、日本一を目指す練習をして、その後の人生をやっぱり豊かなものにしたいっていうのがあるので、はい、人間としての教育をめちゃめちゃするんですよ。野田監督が特に注力している人間としての教育、その取り組みは練習に現れていました。知ってやらなくちゃいけない規律正しい生活とか、うん、練習に向けての自分でこう発信していくこと、あとは有言実行していくこととかいうのをやったり、あとはチーム作りですかね。信頼関係がこう育まれるような練習やったり、ミーティングとかいうのにすごく時間を割いています。自主性を持った練習に取り組む姿勢、規律を重んじたチームの関係性こそがゴールデンベアーズの強さの秘密です。自分ができてなくてもチームのことを思ったら、うん、もうできてないよって言って自分も頑張りなさいっていうような、うん、まあ、指導をしたりする。あ、じゃあもう指導恐れるなと。そう本当に失敗もっとたくさんしなさいとは言ってるんです、うん。ここからは2つ目のバズポイント、
コロナを乗り越え栄光をつかめ。ゴールデンベアーズのキャプテン増田さんと副キャプテン上村さんにお話を伺います。よろしくお願いします。お願いします。いや、まずはちょっとチームの状況といいますか、うん、今どういう状況か教えてもらっていいですか、キャプテンから。はい、今は8月のジャパンカップに向けて各チーム目標に向かって全員で頑張っています。直前によく受けてくれたね。まあですね。どう、調子はどうなの？うまくいかないこともあるんですけど、うん、全員で助け合って声を出し合ってやっています。目標達成のために心がけてることはどういうとこですか？部活だけじゃなくて学校生活の面からも日本一にふさわしい行動を意識してやっています。例えばそれは学校生活でいうとどういうことを？挨拶だったりとか、うん、先生の手伝いだったりとか、当たり前のことかもしれないんですけど、そういうところも日本一につながってくると思うんで。はあ、やっぱすぎないですか？ちょっと、まあ、いろんなアスリートに話聞くでしょ。みんなね、自分の運を上げたいから、やっぱ私生活もちゃんとしてると、その大事な時に運が自分に巡ってくるんじゃないかと思って普段から行動してるって言ってたことがあって、それとなんか似てる気がせえへん？いつもコーチに言ってもらってることなんですけど、ゴミがあった時に絶対一つは拾うようにして、マットもきれいに使うようにしています。そういうとこからなんや、やっぱり。なるほどね。で、大事な時にそれがパッと出んのよ。へえ、大事だと思う。そういうの8月に行われるジャパンカップに向け本格的な調整を行うゴールデンベアーズ。しかし現在の3年生たちはコロナの影響もあり、思うような練習ができず悔しい思いをしました。だからもう入学してから今までずっとコロナ禍の中、大会もなくなったり、一昨年は、いつもはスタンツっていう人を挙げたりするのがあったんですけど、うん、もうそれは一切禁止で、ベアーズに入った時はすごいスタンツに憧れて入ったので、うん、それがすごく悲しかったです。なんか監督に聞いたけど、なんかリモートで打ち合わせとかが多くなったって。一人でやることでやっぱ少し寂しくて、なんか空気感が大事な気がするもんね、今日見てたら。どうやったらうまくチームがまとまるのかをよく自分たち同期でもよく話し合いました。コロナ禍で練習ができない日が続きましたが、困難を乗り越え前を向くゴールデンベアーズ。ここでジャパンカップに向けてバズワードを伺いました。私たちのバズワードは日本一です。うわー、出た。気持ちいい。はい、いいですね。なってほしいね。なってほしい。間もなくですから、はい、はい、いい報告を待っております。はい、頑張ってください。頑張ってください。CM の後、練習の最後に行うベアーズ独自の筋トレに参加。あまりの過酷さに団長悶絶。今回は笑顔、元気、勇気を届け、応援が競技となったチアリーディング。ジャパンカップ9連覇、全日本高校選手権で6年連続優勝、日本高校界屈指の強豪校、箕面自由学園ゴールデンベアーズを取材。質の高い練習を見学体験させてもらい大満足の団長高橋ですが、何やら練習の最後にチームが集まり始めました。やっぱチアリーディングで筋力も大事なので、はい、練習終わりに毎日鬼の筋トレをやってるんで、はい、ぜひ体験してみてください。はい、高橋やります。はい、高橋やります。何を元気に人に。ここからは3つ目のバズポイント、最後に出し切れ鬼トレ。箕面自由学園恒例の筋トレがあるということで参加させてもらいます。せーの、レッツゴーベアーズ。おー、いい。かわいい。団長かわいいよ。楽しそう。鬼トレスタート。まずは腕立てを中心としたトレーニングから。お、団長さすが。団長の方が早いで、みんな。すごい、さすがっすね。結構これ負荷かかるんちゃいます？顔前、顔前でお願いします。返事は、はい。
まだまだ元気な団長ですが、アスリートの顔になってきてる。よーし、スタート。うわー、うわー、あー。回数を重ねるごとに笑顔がなくなっていきます。一人地鳴りみたいな音、一人地鳴りみたいな声聞こえる。続いては腹筋。まだこんな可愛い声出んの、みんな。すごい。最近お腹周りが気になる団長には少しきついようで。こんな余裕な団長あんま見たことない。いや、いつもね、体力をかけすぎて結構後輩困ってますよ。おー、すごいね。森地が横にいるので。あ、森地。俺たちの森地。もうラスト。いや、まだ半分にも到達してないです。よし、スタート。お、本当や。まだまだ追い込みは続きます。ゴールデンベアーズはハードな練習を行った後にもかかわらずこの動き。対照的に団長の動きは鈍くなる一方、全身に負荷がかかる鬼トレを行うこと30分。今の気持ちは。もう全てはもう森地のおかげです。すごいな。芸人界では、はい、バケモン級の体力持ってるんですけど。そうなんですよ。ここに来たら、うん、めっちゃ底辺やった。もう靴ひもほどけたまんまです。いや、今むつも思ってんけど握力ないから無理。ぐらい。これをだから練習終わりにやってるってところですよね。はい、練習終わりに。今日俺晩ご飯カレーしか食べられない。もう箸持たれへん。すごいわ。チームの集大成、ジャパンカップまであとわずか。一丸となって日本一をつかめ。箕面自由学園高等学校。